そういう表情もまたそそるな。この胸の高鳴りは何だ。そうか、分かったぞ。恋だ。俺は君が好きだ。俺は君を愛そう、ジャンヌ。アンナに何をする。おっと、ルカ様。王はここで引いてやる。覚えていろ、次は必ず殺す。君から会いに来てくれるのか、それは楽しみだ。じゃあさ、リーレちゃんとグレン先生って知り合いっぽいし、一体どういう関係なんですか。私とグレンの関係。グレンは私のすべて。私はグレンのために生きると決めた。ゲンダーもう死ぬぞ。何言っちゃったの。ねえ、あの子何してるんだろう。ん、なんだありゃ。萌えです、見つけました。店長、運命の人です。あの、すみません。はい。好きです。あのな、いつも料理ありがとう。もうそういう素直な気持ちはお酒抜きで言ってくれた方が嬉しいんですけどね。照れくさいから言えない。ならせっかくだし、言えないこと正直にドーンと言っちゃうっすよ。好き。お前の料理が助けてもらったお礼が自分って何考えてるんですか。ごめんなさい、言ったことが口にじゃなくて、あの、本当にいらないというか。え、何今の音。素晴らしい、命を助け、さらには自分の弁当を渡すという慈悲。俺の浅はかな考えへの冷たく筋の通った言葉。一華さん、あなたは運命の女性だ。チカ、ごめん電話終わった。あれ、お兄ちゃんは。ちょちょ、ストレスした。聞けて、何これ、どういうこと。こんなことになってしまったのは俺の中途半端な覚悟のせいだ。実かずな態度がペルシアを傷つけた。好きだ、付き合ってくれ。おい、バカバカ、さっきから何をめちゃくちゃなこと言ってるのよ。カタリナ、あれから邪魔立てがすごくて、私も君のそばに行けなくて寂しかったです。僕の愛しの姫君、さすがにこの間のことで意識してくれるようになりましたが。この間のことって。あ、いえ、事件の後変な夢を見てしまって。それってこんな夢ですか。どうして。口づけの意味ですか。もちろんあなたのことを愛しているからです。気づいてくれましたか。嬉しいな。そうだ、雪室。なんだ、氷室。私、あなたのこと好き。お前今何と言った。私、雪村くんのこと好きみたい。大丈夫だよ、今に春の周りはたくさんの人であふれるから。俺、雫がいるなら学校行ってみてもいい。なんかドキドキする。は？俺、雫が好きかも。え、それは友達的な意味で。性的な意味で。ちょっと待って。うららかな春の日、私は生まれて初めての告白をされた。もういいぞ、店長には伝えておくから。どうした。やっぱりバイクで行ったことを忘れてちょうだい。ニノ、つうかあの時風が強かったから聞き逃してたかも。何よそれ。だから何を。何でもない。なんだ、聞こえてなかったんだ。枯れなくて、むしろ良かったわ。あ、店長、全部片付けます。
あんたを好きって言ったのよ。対象外なら無理にでも意識させてやるわ。待って！バカか君は。本当に死ぬぞ。さっき君のことをかぐや姫だと思ったんだ。月からの使者が来た時、ふや姫を大切に思っていない門も大きなも戦うことすらしなかったんだけど、二度と会えないと分かっているなら戦って追いかけて取り戻すべきだったんだ。僕は君が好きです。私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。はい、喜んで。